皆さんこんにちは、ケンです。アミです。今日はトレックの11速化グラベルロード化第1弾、はい、今日は、トレックを分解していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、これが今日分解するトレックです。はい、この仕様ともお別れです。はい、今回交換する部品と工具を並べてみました。はい、ブレーキワイヤー、ミッシングリンクで、この間紹介した 105R7000 シリーズ、これを今回トレックのドマーネにつけてきます。で、こっちが並べた工具なんですけど、デジタルラチェット、プラスドライバーで、アーレンキー、ヤスリ、まあ、これも最後に研磨するためのものですね。で、ちょっと工具名があんまりはっきり言えないんですけど、まあこれだけ揃ってればおそらくできるでしょう。ケミカル類ですね。はい、ブレーキパッドとか、まあ、あとタイヤパウダーとか、あとこれ重要っすよね、これグリス、プレミアムグリスで、カーボンのアセンブリで、絶縁テープ、マスキングテープ、一応重量計も置いてあります。はい、こんな感じです。今回の企画の経緯はですね、私たちまだまだロードバイク乗り始めて1年ちょっとということもあって、まあ、ロードバイクに乗る楽しさは分かったんですけど、まだまだロードバイクの機材の知識が乏しいもんですから、この機会にマミにも一緒にやってもらって、各部品の、まあ、要はこれがフロントディレイラーだよとか、そういうのも勉強のために覚えてもらったり、知りたい、うん、そういうことを勉強するために、企画しました。で、あとはですね、まあ、ロングライドとかしてる中で、もしパンクだけならいいんですけど、まあ、そういったトラブルに遭った時に、まあ、どこが壊れたとか、まあ、今回分解して組み立てをすることによって、なんていうの、対処できるようになりたいなと思って。でもちろん今までキャノンデールもクォーターもトレックも買ったプロショップで面倒見てきてもらったんですけど、まあ、やっぱりそれだけだと成長しないなと思いまして、思い切って105のコンポセットを買いまして、10速から11速化にしたいなと思ってます。じゃあまずペダルから外していきますか。うん、今これペダルはアルテグラの R8000 のペダルにフラットペダルになるようなアダプターがついております。で、これを外すのはここ後ろ側に六角の穴があって、ここ、はい、ここを回して外してきます。それではやっていきましょう。これ何ミリやろうね。で、工具はこれを使います。多分でっかい分厚いやつだからこれぐらいじゃないかな。8ミリじゃないかな、違うかな。ちょっと合わせてみよう。合わせてみて。お、ぴったり、うん、8やった、うん、で、左ペダル、今、うん、マミが指してる方、うん、っていうのは左ネジ、うん、だから左に回すと締まる、うんうん、そうね、で、右に回すと緩む、うんうん、で、ややこしいんだけど、で、ちなみに右ペダルは、うん、右に回すと締まって左に回すと緩む、うん、で、今難しいからそれで言うとどっち方向に回す、これだと右、右に回すと緩む、うん、なんだけど、うん、それを見て分かるように、うん、裏側だよね、裏側、うん、だから例えばね、うん、こっちにこう回すと締まっちゃうねって、わかる、こっちがだから、うん、だから
左に回して外す。じゃあこれは俺がやります。硬いんで。いやそれじゃあ外れない。やらせてください。めっちゃ硬い。そんなすぐ外れたら危ないね。いきます。いくよ、うん、いいよ、それ持ってなくて。いくよ、うん、外れた、うん、左のペダルは左ネジで、ここをあとは、はい、マミ、うん、じゃあ、はい、くる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 回してください。あー、すごい。はい、外れました。おお、落ちてたかな、今、うん、はい、次、逆もいきます、はい、右は右は左に回せば、うん、いいね、確か。ペダルが回る方向と逆にすればいい。ペダルと回る逆の方向に回せばいい。フレーム側に引きます。いくよ、うん、おお。あとはビーン、ビーン、くるくる回して、おお、外れました。この時グリスをちゃんと塗っとけば一応ちゃんと外れます。これ塗っとかんと金属同士が化学反応を起こして外れにくくなるらしいです。私はペダルは、まあ、何回か交換したことあるんで、あのここまではやったことがあります、うん、はい、じゃあ次ボトルケージを外してもらいます、うん、右に回す？いや、普通のネジは右に回すと締まるから左に回す、普通は。左が緩む、反時計回りが緩みます。めっちゃ硬いね。はい、外れました、うん、はい、これも下に置いてください。これネジとボトルケージは外れました。これは簡単なんで自分でできるようになってください。はい、次はチェーンを外していきたいと思います。ここも、この工具を多分使うと思います。ここ見てほしいんやけど、うん、一つだけ違う穴あるのかる、これわかる。これは最後にピンをはめてるとこなんだけど、いやここが重くし抜けばちぎれるはずやから、でこれはそのバタつかないようにするやつやと思われる。こうやってね、うん、うん、違うかな、やり方違うかな。チェーンをこう抜くやん、そのダラーンってなるやん、うん、その時に、あ、止めておいて置いてくれる、こっち向きだったんだっけ、まあいいや。で、ここにこうやってはめます。わかる、うん、で、多分これ回せんと思う、うん、あ、え、見て、ここほら、うん、なんか出てきた、ほら、うん、本当よ。もう出てきた。はい、ピンが抜けました。で、多分これをこのピンはもう使い物にならんから、うん、お、あ、あー、そういうことか。はい、抜いていけばいいんだけど、うん、こっちから抜けるかな。あ、チェーンも当たる。おい、
このチェーンは、うん、ジュラエースのものを最近つけたばっかなので再利用します。はい、で次は何やればいいんだろう。ここを外しましょう、うん、で、どうなんやろ。理論的に言うと、うん、ワイヤーで今つながってるから、これをパコって外すと、うん、多分ワイヤーの引っ張る力でバコンっていっちゃうから、うん、多分ワイヤーを切るんやと思われます、うん、でここ見るとまだフロントディレイラーから引っ張る、フロントディレイラーから行くとなんかここにほら六角七こう、うん、があるから、それに合ったサイズを今からいきたいと思います、うん、いくよいくよ、うん、え、バコーンって飛ばないのな。じゃあ持っとくか、うん、これで外したらこれでこうやってしてな、うん、くるくるってやると、うん、楽なんだけど、あ、外れた、ほら外れた、外れましたね。外れたけどどうしたらいいんだこれは。とりあえず回すか。あ、え、ワイヤーが取れた。ワイヤー取れました。やばい、結構消耗してるね。やっぱりほら消耗なのか、ほら、うん、でこれでとりあえず外しました、うん、でちょっと戻しとこう。でこれかな、うん、とりあえず外そうだ、うん、違うかな、ここ。まあでもここ外れにくいもんね。くるくるくる、取れてる。あ、いけそう。いや、これは私も初めて。あ、外れました、うん、なんかこういう風に動くんだ、ここ。まあ、じゃあ、調整できるっていうこと。高さが調整できそうだね、うん、あ、だからここのほらギアの端数でね、うん、あー、なんていうの、端数が多いければ多分上の方行くよね、きっと。理論的にでかくなっちゃうから。あれで、これちょっと分かんないんで、これ105の今これあるやん、うん、これあるんですけど、105こうつけるってことか。ってことはそうやな。まあこれはちょっとまたおいおい次の時に考えますけど、じゃあここちょっと一回残しておきます、うん、あまりむやみに外すもんじゃなさそうな気がしてるんで、うん、じゃあ同じく次リアディレイラー行きましょうか。でもその前にこれ絶対外した方がいいね。リアホイール外した方がいいよね。一回リアホイール外そうか。分からんけど、うん、俺邪魔やと思う、うん、で、ほらチェーンがないから楽だよ、きっと。ここさえ、ここさえしなければ、うん、で、こうなるわけや。チェーン引っ張り、うん、こうなったり上下行ったり、このワイヤーで動くやの。参考まで見てみる、うん、いきます。おお、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 なんか自動で動いてるみたい。次は間違いなく、うん、ワイヤー外してからじゃないと危ないと思われますんで、よいしょ。このまま行こう。これね、あんま空転したんで、ね、はい、どう、一応戻す戻すで、ここですね、外します。これ外せば外れるはず、外れるはず、外れるはず。お、いけそう、いけた、おー、取れた。で、この子はつながってるね。これを抜くんやと思うけど、そっちを、今これがね、邪魔だから、うん、その時の道具がこれ、ワイヤーカッターだっけ、うん、いくよ、ちょっとパッチンって飛ぶかもしれんから、うん、気をつけなすって。うっ、破損、うん、切れた。で、いいはず。はい、抜けました。もう取れた。
取れました。2個目のパーツ外れました。うん、クランク外したいよね。うん、めっちゃこれ回転いいんだよね。トレック独自のやつらしいんですけど、すっげえ回る。うん、うん、これすっごい、私キャノンデールの何だっけ BB30 だっけ、うん、と比較するとだいぶ回る、これトレックって。はい、で次クランクを外したいんですけど、ここはちょっとカンニングして、本を読みました。まずここのボルトを、左クランクのボルトを2本緩めて、でここのキャップを外して、でなんか脱落防止の爪があるから、それを跳ね上げて引き抜く。で右クランクは軸を叩いて押し出すらしいです。じゃあ早速やってみましょう。よく回るわ。あ、でも意外と簡単に。ほい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 。次。いやー、汚れ溜まっとるわ。緩めるだけでいいのかな。ここのこと事前に調べてたんで、これなんか数百円、300円ぐらいとかな、なんかシマノのこのクランクのキャップを外す用の専門工具らしくて、わざわざ買いました。何のためか知らない。多分この鍵みたいにこれ合うんかな、見えますかね。お、これ、やってみるよ。間違ったらどうしよう。あ、合う？はまった。はまった、はまった。これだけのために。で、あ、あ、はまった。これネジ切ったのかな。え、ネジじゃないのかな。引き抜くわけでもないな、でもネジか。あ、取れてる。取れてる。へえ。意外と力いらない。便利。便利グッズとかめんどくせえなと思って。ここもこういう風にすりゃいいのにと思って。わざわざ買ったし、これだけのために。あ、取れました。グリスめっちゃついてる。で、あ、そうや、危ない。これがなんかあれだよね、脱落防止のなんとかって書いてあった確か。はい、マイナスドライバー。え、爪なんかあるんけ。どういうこと？爪？え？やばい、壊す。そこじゃない？なんかある？なんか出てるやん、そこにピュって。これ？うん。これ？それじゃない？あ、これ？うん。なんか壊しそうなやで、マイナスドライバー。あ、え、これでいいの？いいんちゃう。どこまで上げればいいの？爪。どこまで上げる？教科書。カンニングさせてください、カンニング。はい、爪外してこれを引っこ抜きました。うん、結構汚れ溜まってますね。へえ。脱落防止の爪がかかってると外れないですかね。ちょっとあんまよく分かってないんですけど、これぴょこっと出した程度で、スポンって外れるんで要注意です。で、これはこの後どうすんだろう。これがくっついてるんや、クランクとこれが。で、次のアイテム、プラスチックハンマー。うん、あー、で、叩く。投げてください。あ、いけました。うん、ちょっと進みました。間違いなく済みました。お、あ、すごーい。え、取れてる。もうやだ、カーボン怖い。割れるぞ、フレーム下手したら。なんか取れたし。あ、
じゃん。抜けましたね。うん。なんかシールみたいなやつも抜けてもだ。水入らんような。あ。うん。クランク当てました。こんな感じですね。軸受けが入ってますね。これも外れるんかな。これがあれなのかな。BB っつーやつなのかな。はい、中はこんな感じです。これはこのまま使うと思います。はい。クランクってこんななってんだね、裏の。クランクアームはこれで交換できないね、ここ外して。うん、バーってかけましょう。まだまだピカピカや。ちなみにリアディレイラーのプーリーは、プーリーだけはデュラエースになってます。うん、ここがほら肉抜き加工されてる。ティアグラはされてる。え、やっぱ直接チェーンに関わ、まあ、チェーンもデュラエースだけど、直接ほらこうやって当たるじゃん、回転する部分はプーリーとクランクじゃん。うん、やっぱそこをグレードアップすれば、うん、まあ、伝達が良くなるかなと思って変えた。変えた。ここだけね、プーリーとチェーンだけはデュラエス。本当はクランクも変えればいいんだけどね。うん、この掃除してる時がすっごい好きでさ、楽しくない？掃除綺麗になっていくの楽しくない？可動部ここ、うん、これってこうやって動くじゃん、こうやって、うん、かっちゃんかっちゃんって、うん、ちょっと今動かせん。だからここの隙間と隙間4箇所にはオイルささんと、うん、はい、これはオークションサイトに出品したいと思います。オークションじゃないな、フリマアプリ、フリマアプリに多分出品されてると思います。よかったらチェックしてね。うん、デュラエースのチェーンは再利用するつもりなんで、洗いますか。ベッドベッド、これ使ってみたいと思います。使ったことないですけど、パーツディグリーザー、うん、成分分解万能パーツ洗浄液、うん、使ってみましょう。おー、液体が青い。うん、こんなもんでいいだろ、もったいない。すごいなんかね、ニチャニチャする。うん、分解されてる俺の手が。やばいやろ。黒い。で、ん？手なってる。チェーンを立てます。うん。リング内の汚れが重要なもので、これ。ワコーズのホーミングマルチクリーナー、今外雨なんで水洗いができないんで、やります。泡の力で汚れを浮かせます。パーツ洗浄液を落としてます。
い、作業は取り掛かります。次はハンドル周りはね、まずこの邪魔なアクセサリー外そう。ガーミンのマウントとベル、うん、で、このガーミンのマウントはここめちゃくちゃちっちゃい、うん、多分 2mm とか 2.5 mm とかやと思うよ、うん、違う違う、最初にテコの原理やって、テコの原理でこっちはめて、こうしてこっちの端っこの方で回すと回しやすい最初、うん、で緩んだらあとはこっちでくるくるくる、その時もこうやってこう外れたよ、ネジが外れました。はい、外れました。次ノブ、それは、そうよ、自分で巻いてた、日々上達。この人はこれは、ここにこれ見て、うん、ネジがあるはずねって、どっかに、ここに、これで緩める、はい、バーテープ外れました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日はトレックの、分解動画第1部でした。はい、よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。